さらにその結果を委ねていきたいなと思います。さあ、高木さん、もどき7人のジャッジ、右で左でちょっとね、人数が多いんで、さっきみたいにね、どちらが勝ったのか分かりにくいかもしれません。少し長めにしっかりと上げてもらえるとありがたいです。右で上がればユータ、左で上がればリルクロー、a.k.a. ベビーコンクリート。勝ったのはどちら、ジャッジ3、2、1、ジャッジ、ドン、1、2、3、4、5対6対1かな。俺と左側合わせるとね、